説 B です。衆議院議員の原口和弘です。これ、アンドレ・グランディエっていうバラですね。あのベルサイユのバラのアンドレ、深い愛という意味だそうです。今日ですね、アメリカの、あの脳外科医の方がもう今自分一人しかいないけども、自分一人で、脳外科手術をやったんだ、救えてよかったっていうお話をされていてですね、私のいとこを思い出しました。正確に言うと妻のいとこなんですが、妻のいとこは、熊本の出身でですね、あの親があの NTT だったもんで、熊本に大きなあの九州の拠点があってですね、そこでもともと佐賀の人ですけども生まれて、そして、同い年でした。堤和夫って検索して、いただくとですね、一に生まれるって書くんですけども、医師が選ぶ脳外科医ということで、多くの人たちの、まあ、自分の身内だから言いにくいですけども尊敬とですね、手術について、まあ、本当に神の手と言われるような人でした。で、私の妻があの急に、参議院選挙の最中ですね、全然あのもう7年前になりますか、倒れた時に熱中症と間違えられたんですね。で、彼女には、東京は医療もそれから救急も、特に救急車が逼迫してるから本当に困ったもんだっていうのを総務大臣の時に何とかしたいっていうのを言っておきまし、言ってました。言わなきゃよかったって今でも後悔してます。救急車呼ばないでいいって言ったらしいんですね。で、宿舎の人が駆けつけて、あのペーパーの看護師さんが見たんですけども、熱中症と間違えたみたいで、あのそのままですね、あの体をそのなんとかな、冷蔵庫に入ってますよね、あの魚釣りの時とかにあの冷やすやつ、あれをですねつけて、そのまま様子を見てる間に急変して、で虎ノ門病院すぐそこに3時間後に運び込まれた時にはもう小脳が出血をしてですね、とても助からないだろうと言われてしまいました。そう、保冷剤ですね。妻のあの肌にはその保冷剤によるですね、あの火傷の跡がいくつも塗ってました。その時に駆けつけてくれたのが堤和夫君、もう脳外科の専門でですね、だからたまたまなんですが虎ノ門病院の妻を執刀してくれた、聞かれました、このままあの亡くなるのを待ちますか、それとも、チャンスにかけてみますかという意味のことを聞かれて、あの執刀してくれたのは堤和夫君のお弟子さんたちでした。あ、もういとこにこんな外科医がいて、あの大丈夫だと思ったんですが、やっぱりそれもですね、運ぶのが遅れたらどんな名医であろうが助かることができないんですね。結局25日間一生懸命頑張りましたけども帰らぬ人となりました。なんでこんなことを言うかというとですね、あの妻を亡くした泣き言を言ってるんじゃないんです。あの救急っていうのは1分1秒を争うと、でそこの判断は新自由主義的にですね、あのどん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 そのそこを痛めて効率だ効率だとやっとけばですね良くなるっていう話じゃなくて、逆に劣化するっていうことですね。で、その劣化を止めるためにはやっぱりしっかりとした予算を作んなきゃいけないわけです。で、堤和夫さんがですね残したたくさんの弟子たちのあのその記録を今日も見ました。もう彼はいないけども、僕ら3人同い年だったんですね。妻は和夫君にはすごくあの厳しくて、なんか麻雀ばっかりして、なんであの名前だけがあのみんなに知られ渡るんだっていう、もう妻はそういうことをめったに言わない人でしたけども、
和夫君にはまあ、愛情を込めて厳しいことを言ってました。でも今日改めて彼の足跡を見たらですね、ああ本当にこう人を助けること、命を救うことに自分の全てをかけてたんだなっていうのはですね、すごくよくわかります。で、今回、私たちは三次補正予算の組み替えをします、立憲民主党はですね。で、それはなぜかというと、三次補正予算はまさに GoTo だと言いましたけど、これ本当にこの感染のこの非常事態宣言を受けてのものじゃ全然ないです。というか予見もしていない、むしろ逆にこれでその感染が収まった後にですね、何をやるかと。で、経済か感染抑止かじゃないんです。感染を防御するゼロコロナがまさに私たちの経済を立て直すことです。で、この立て直し方もですね、どうすればいいかと A でも言いましたけども、一括交付金、医療一括交付金にして、そしてあるいは新型コロナの災害一括交付金にして、それの支援は基礎自治体にやってもらうんです。基礎自治体、もう皆さんね、この真ん中の中央政府、能力もなければ意思もなければコントロールタワーもないで、ここにやってたら危機が去りません。だって今頃飛行機を止めろって言ってんでしょ。もう13日ですからね、今頃言ってる人たちにしかも止まってもない、その人たちに何かを期待しようと思ってももうこれ無理なんで、次やっぱり全員落ちてもらうということが大事だなと。寄り添うことをやめ、そして実現できない人たちをやっぱりそれは選挙で、で三春さんが書いてましたね、若い人が自民党支持だっていうのは嘘だと、圧倒的に無党派だと。で、今回私たち立憲民主党はですね、石垣に行くことができなくなったこともあり、明日明後日また立憲民主党の総支部長とのライブもやります。予算の組み替えとかやりながらのライブですけども、非常に特徴的なことが分かってきました。大変な弁護士軍団、弁護士が多いんですね。かつては私もですね、弁護士の方に行くか松下政経塾に行くか学校に残るかっていうのを考えましたけども、かつての民主党は政経塾多かったですね。で、今回の立憲民主党は弁護士の候補がすごく多いです。つまり現場で国民に寄り添って、この不条理を国会で正そうという人たちですね。だからこのことを非常に私喜んでいます。別にね、弁護士じゃなきゃ国会議員になっちゃいけないとは思いません。スポーツに秀でた人、この間の野村幸次郎さんのように、学習すること自体に困難があって、それを乗り越えてそれこそ防災の先生になった人、いろんな人たちがいます。で、そこでですね、日本を救うチームを組み替えたいというふうに思ってます。もうこれで最後にしますが、電力が逼迫しています。会社員の方も結構おられますね。電力が逼迫している、特に、関電管内ですね。でも関電というともう反発しかないです。あの関電マネーのブラックなあれどうなりました。結局このコロナでうやむやになってしまってでしょ。で、電力会社がどうのこうのっつったってなかなか共感が広がんないんですよ。で、それは与党の方の動きもこの危機的な電力不足についてはですね、鈍いです。で、それは昨日友人となんでなんだろうって言ったら、いやそりゃそうだよ、だって自分らと原発マネーとの関連を探られるの嫌でしょと、だから何も言わないんだよと。で、野党の方はどうなんだというと、
もう散々分断されて、そして邪魔されてきたと。で、選挙だって一方的に自民党だと。東京電力のあのこの保証だって全然その労災が出たにもかかわらずまともに取り合おうとしない。しかも今なお巨額の税金で救われて東京電力の社員の人たちは彼らの言葉を借りればですね、ぬくぬくと高給に甘んじてると。やっぱり国営化して解体すべきだったんじゃないかっていう人までいました。でもですね、私その気持ち分かります。でも発送電を分離してですね、そして電力を供給をが心臓と血管で別々になってですね、滞って一番困るのは誰かというと一番立場の弱い人たちですね。病気をしてる人たち、あるいは怪我をしてる人たち、暮らしの人たちなんですね。で、それを考えたときに、じゃあ原発村の本体って電力会社にあるのかと。電力会社に、私東日本大震災の時に私の第4代の後援会長上原春夫先生と一緒に東電に何回も足を運びました。で、その時に見たこの現実、メルトダウンをしている。で、メルトダウンをしているのにメルトダウンをしているって言ったテレビでは全部それがカットされる。子供たちを菅さんにですね、安全なところに逃がしてくれと言ったそれさえもカットされる。すごい力だと思いましたよ。でもそれは本体は、原発村の本体は電力会社にあるのかなっていうのをその時つくづく疑問に思いました。というのは電力会社の経営者も、例えば上原先生がおっしゃってた全電源を喪失しても原発から蒸気が出ますから、その蒸気の力でタービンを回して、そしてそれで冷やす仕組みがあったはずだと。これ難しい言葉なんですけどね。でもそれがある事故を契機に外されてたと。それから複水器、水を冷やさなきゃいけない、今それをやってますけども、それを即入れないとどん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 炉の温度が上がって、そしてこの6つの原発がそれこそ一つに溶けて暴走すればもうどんなことになるかわからないって先生がおっしゃって、そして設計図を持ってきてくれという話をしたときに、その設計図がなんていうかな、要するにコンフィデンシャルっていうやつですね、なんて訳せばいいんだろう、秘密なんですよ。つまり何を私がその時疑ったかというと、原発村の本体はここにあるんじゃない、もっと遠くにある。それは軍産複合体と言われるようなもの、アメリカではディープステートってずっとこの議論がありましたね。その軍産複合体のいわゆるその核開発と裏表にあって、でそこからさまざまなブラックなマネー、あるいはやってはいけないようなことが起きてるんじゃないかっていうのをですね、その時つくづく感じましたね。だから何を申し上げたいか、これ電力会社を単に叩いてるだけでは何の解決にもならない。むしろ電力会社のバランスシートから原発を手上げ方式で外して、そしてそれは国営化して原発のところですね、そしてゼロに持っていくというやり方で、そのやり方の中で発送電を一体にして、そして大規模独占集中搾取、未来への付け送りをですね、小規模分散共同、そして共生、未来への責任の形にですね変えていく、
こういう政治の決断が必要だというふうに思っています。じゃあもうこれで国会に行きます。また国会の方から報告をすることになると思います。今日はですね、この綺麗なこの色でですね、ご機嫌ようしたいと思います。じゃあ失礼します。